私はこの前初めてバイトをして1ヶ月で11万円もらいました。すごく感激です。もちろん11も買います。お二人はどんなアルバイトをしてましたか？品川区のふみか。 OK。 11万円も1ヶ月でそんななるだろうな。アルバイトでしょ、思い出あります？バイトしてた。そのデパートでいわゆるお歳暮の時期とか当たれたら9万とか10万ぐらいもらいました。そんなビジネスもそんな時期あったんですか？もうバイトしながら音楽やったことって。バイトしてましたね。この時期大変でしょ、お歳暮は。そうですね。でもなんかいわゆるいろんな人の家にも回ったりとか、あといろんな整理とかして、あと海苔を運んだりとかですね。海苔とか椎茸はね軽くていいんですよ。稲葉さんこれ絶対やってたな。これスカムとかだと思うんですよ。サラダ油ね、ビールとかね、ビールのサラダ油。松本さんそうだよねってやってないでしょ。いや俺はねやったことないでしょ。アルバイトありますよ僕は。何ですか？僕はね一番胸深いのはモスバーガー。なんか楽そうだな。モスバーガーでもうね、あの休憩時間とかね自分でオリジナル作っちゃうの、ね、いろんなの。フィッシュにミートソースかけるとかいろいろやったんだけど、やっぱりねレギュラーの一番うまい。松本さんね、それ暇な店舗だってことですよ。だって当時まだ 3,4 店舗しかなかった頃だもん。その頃からすごいね。そうさ、モスバーガーも結構創世記を、今の人気はじゃあ、まあ俺が作ったすいません、モスバーガーの皆さん言い過ぎてます。